2023年モデルのメッシュルームが進化しました。コートに固定できて部分的な目隠しがついてます。サルが注目したのが極点スタック新製品と DCM ホームセンターの新製品の2種類です。どちらも魅力的ですが、今回はサルの使用目的から判断してより目隠しが多い極点スタックのハーフメッシュルームを購入しました。サルは来月車で遠出する予定なので、途中どこかで野営したくなった場合でも今ぐらいの季節ならバッチリ使える技だと思います。ということで、限られた時間やスペースで超速攻で設営して横になって休める秘策をご紹介します。あくまでキャンプ場にテントを張って休むのとは違い、公園や海岸、野営地などでさっと広げて横になって一休みしたい時に使える方法です。またキャンプ場でもタープテントやバックテントの時には虫に刺されない快適なベッドを速攻で設営するにも役立ちます。かかる時間ですが、設営が6分、撤収が5分という超早技ですが、それぐらい簡単なのでちょっと一休み程度の目的でも設営する気になれます。よくあるメッシュルームは前面がメッシュのものが普通ですが、今映っている極点スタックから新発売されたものはハーフメッシュなので、好都合。使うのはコットとメッシュルームです。コットと組み合わせて使う設営は動画後半で実践します。この方法はがっつりテントを張る場合と違い、広い場所がいらないし、毛口やロープ張りも不要なので簡単です。ちなみに地面が柔らかい芝生の場合はコットもいらないので、こんな風に1分で設営できます。雨さえ降らなければ快適にお昼寝できます。片付ける時にもテントと違い全く疲れません。半分の折りたたんだ後で横にして立てることさえ覚えておけば、あとはなんとなく雰囲気でわかります。適度に日陰を作って上半身を隠してくれるので、テントの中に設営しなくても多少は目線をカットしてくれるので人目を避けることが可能です。 DCM ホームセンターの新製品は約半額で購入できるメリットが大きいですが、サイド部分が全面メッシュなのでやや開放的です。ただし広げた時の縦のサイズは10センチ長いのも魅力的ではありました。興味あれば DCM ホームセンターで確認してみてください。大きな DCM に行くと実際に広げてくれてるものが展示されていました。そして地面が硬い土やアスファルトの舗装などの時におすすめなのがコットの併用です。参考までにコットを張ってからメッシュルームを張って固定するまでの時間を実測してみたのでご覧ください。ネイチャーハイクのコットをハイタイプにして組み立ててみたのですが、このようにまずコットの設営にかかる時間は約5分でした。そしてここからは速攻設営できるメッシュルームをコットの上に設置してみます。何度やっても気持ち良いポップアップです。メッシュルームには2本の固定用ベルトがついていて、バックルでワンタッチ接続できるようになっています。説明書には極点スタックのコット用となっていましたが、ベルトは長さ調整もできるので大抵のコットに取り付けられると思います。メッシュルームのベルトでコットに固定するところまで含めても約6分でした。早い。メッシュルームのベルトが上下2箇所でコットにこんな風に固定されているので、寝返りを打ったり設営場所をコットごと移動させたりする時でもメッシュルームがコットからずれたり落ちたりすることがないので、2本のベルトはとっても役立ちました。興味ある方のために中に入って寝てみた感想もお伝えします。とっても快適です。コットの質にも左右されますが、車でシートを倒して寝るよりも快適でした。身長180センチの猿の場合だと足の先か頭のてっぺんのどちらかがメッシュルームに当たりますが、さほど気になりませんでした。テントだと猿は足や頭が当たると気になって眠れないのですが、メッシュルームの場合フレームにかなり弾力があるためメッシュルームの壁を軽く押せば膨らむので気になりません。全身を包むシュラフに入っているような感覚です。そして中からも撮影してみました。メッシュ以外の部分も生地は薄めなので遮光性はさほど高くありません。真夏の日中だと遮光性の高いタープなどがないと眠れないでしょうが、夕方から夜にかけては風通しも良いので問題なさそうです。
寝転がった状態で横を向いたら、顔の真横はメッシュがあるし、外が明るいのでよく見えますが、外から中は意外と見えないことが、今回撮影してみて判明しました。この点も好都合です。ちなみに、メッシュ側を頭にして寝転がると、こんな感じになります。普通のメッシュルーム同様で、思いっきり外が見えるし、太陽が眩しいし、日光浴でもしたければ別ですが、そうでなければ暑いだけです。ということで、やはり足をメッシュ側にした方が快適に休めます。跳ね上げたメッシュは上で止めることもできましたが、これは、片付ける際に、中に入った土やホコリを逆さまにして落とす上で役立ちました。では、最後に、撤収にかかる時間を計測してみます。メッシュルームの片付けは1分30秒で完了しました。コットの片付けは少々時間かかりますが、それでも3分でしたので、両方合わせて約5分です。以上、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が何かの参考になった方は、高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。